紐の下をカタカナのハの字をイメージする感じでギューって引くときに、これ今寄ってますけど、これはモデルさんちょっと話してもらっていいですか。このシワはまず引く前にこう自分で前持ってってなくしておきますね。そしてからここをさっきみたいにギューってハの字のように引いてもらって、センター、これそこちょっと自分でヒュッと引いてもらって、そう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 、とここに綺麗な絵文が出来上がるわけですよ。こうか、ほら、前綺麗に抜けてる、ほら綺麗に抜けてるじゃない、ほら、あ、綺麗ね、うん、うん、そういう風にできるんですよ。綺麗、うん、そうそうそう、その前の親指をね、この自分の体の中心でこう合わせます。まずでここを持ちます。手を後ろでこう背中を触ってもらって、なじませてスコンっていく場所までこう抜きます。お襟合わせはお胸をすっぽり覆って、でこっち側も中にこう入るように、そう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 、こういうふうに引っ張ってキュッとね、はい、そしてここでそうそう、はい、そしてギューッとハの字のように引いてもらって、センターさっき引いたところ、そこちょっと自分でキュッと引いてもらって、とここに綺麗な絵物が出来上がるわけですよ。他にも着物ってこの幅ね、どこへ着ていく、何を着る、それによっていろいろあるんですけど、そういうことも一つ一つあなたにお伝えしてまいりますね。